こんにちは、中志です。今日はメトロニムについて解説します。日本語で言うと再命名っていう意味なんですけども、これは言葉の意味が時代とともに変化した場合に後から付けた言葉のことを言います。例えば、ガラケーはもともと携帯電話って言ったんだけども、スマートフォンが出てきたことによってガラケーって呼ばれるようになりました。それから食パン、これも、美術用の消しパンっていうのがあったりだとか、小説によれば菓子パンが出てきたことによって食パンって言われるようになりました。それからアコースティックギター、これももともとはギターだったものがエレクトロニックギターが出てきたことによって生まれた言葉です。それから最近では面白いのが、汁なし担々麺。もともと担々麺っていうのは汁がなかったんだけども、日本に来た時に、汁のある担々麺が主流になって、日本版は汁がある担々麺が主流なんですけども、それをさらにアレンジして汁なし担々麺っていうのが最近ずっと流行っている。今後たくさんメトロニムが増えるんじゃないかと思い、例えば、通学授業、オフライン会議、リアルイベント。ありがとうございました。